シングルタイヤとダブルタイヤを複合して用いている例。写真右の車輪がシングルタイヤ、左の車輪がダブルタイヤトラックのダブルタイヤダブルタイヤとは、主にトラックやバスなどの大型自動車で用いられるタイヤの装着形態の一種である。ツインタイヤやデュアルタイヤと呼ばれることもあり、アメリカ製のピックアップトラックでは DRW やデューリーと表記されることもある。一義的には、 五軸のホイールを並列に2本並べ、一輪につき、同サイズのタイヤを2本使用する形態を指す。これに対して一つの車輪に1本のタイヤとホイールを使用するものは、シングルタイヤと呼ばれる。ダブルタイヤ採用の目的は、車体用途や設計によりいくつかに分類されるが、一般的には、タイヤ一輪あたりの荷重を、 ダブルタイヤ構成で分散することによって、耐荷重性能を確保する目的が多い。全軸と5軸の2軸を持つ車両で、5軸にダブルタイヤを採用している場合、物理的にはタイヤを6本に使用していることになるが、44や42といった表記でその車両の駆動方式と輪数を示す場合には、ダブルタイヤの2本のタイヤは1つの車輪として数え上げることが一般的である。 例えば後輪に軸ダブルタイヤの車両の場合、タイヤの物理的な本数は 2X4X4 となるが、駆動方式の表記としては62、64、66という形で表される。ダブルタイヤに用いられるホイールは、凸型の断面形状を持っており、車軸の内側は凸面を外側に向け外側は、凸面を内側に向けて、両ホイールを向かい合わせた状態で、 基本的には同じ形のホイールの向きを変えて取り付けるため、ダブルタイヤを構成するタイヤのうちどちらか片方がパンクした場合でも、スペアタイヤを1本用意しておけば内側、外側双方に共用することが可能である。ダブルタイヤ構成を取る場合、構成するタイヤのうち片方がパンクバーストした場合でも、他方のタイヤである程度走行を続けることが可能である。 後輪一軸車両の場合、シングルタイヤと異なり、パンクによって、直ちに走行不能に陥ることがないため、必然的にその車両の上調性向上に寄与する。ただし、パンクに気づかなかったり、すぐに修理を行えない事情があったりして、走行を継続した場合、摩擦熱などにより発火する可能性があるので注意を要する。シングルタイヤに比して、以下の利点と欠点を持つ。 前後同型のタイヤを装備する日のデュトロダイラボディ型セミトレーラーからにでの走行のため、後ろ前軸と後中軸をリフト中タイヤには限界となる耐荷重性能が定められており、車両の重量が最大となる値を用いた場合の1、車軸あたりの荷重が装着されているタイヤごとの耐荷重性能 X 装着本数を超える車両は禁じられている。 その車軸にかかる重量が、タイヤが左右角1本では、対荷重性能を超える場合、左右角2本、一軸あたり4本のダブルタイヤ構成とすることで、容易にタイヤ1輪あたりの荷重を半分に減らすことができる。また、車軸数を増やすことなく2台の許容積載量をより大きくすることができる。主に貨物車用とされているタイヤの側面に記載されている。 ロードインデックスが93、91である場合、シングルタイヤとして使用する場合は93、ダブルタイヤとして使用する場合は91であることを示している。このような目的でダブルタイヤとする場合には、前輪と後輪の外形がほぼ同一のタイヤが選択されることが多い。特に平らボディ型軽輪自動車のように、席、空の重量差が大きい車両では、空に時に、 軸数を減らし、高速道路料金の節約等の目的で、エアリフトアクスルを装備するものも存在する。車軸総数の多いトレーラーの場合には、タイヤの総数も多くなるため、空土時の無用なタイヤの消耗を抑える意味でも、このような構造が重要となる。小型エリアダブルタイヤを装備する、マツダボンゴトラック小型ワイドタイヤを用いて、シングルタイヤ構成をとる。 トヨタライトエーストラック2台の高さを低くする低床化の目的で5軸にダブルタイヤを採用する例がある。この場合には5軸のダブルタイヤには全軸よりも小型のタイヤが装着される。このような車両の場合には前後のタイヤを共用することができないために2つのサイズのスペアタイヤを車両に搭載しなければならないデメリットがある。小型トラックにおいては 近年のタイヤ製造技術工場により、小型低偏平ワイドタイヤでも必要な耐荷重性能を満たせるようになったため、小型エリアホイールに低偏平ワイドタイヤを採用して、シングルタイヤ構成で済ませている車両も増えてきている。トラクターのダブルタイヤダブルタイヤ構成は、農業機械のトラクターでも用いられる。この場合は車軸あたりのタイヤ設置面積をダブルタイヤ構成で拡大することによって、 不正地での設置圧を低減して走破性を高める目的で用いられる。そのため舗装路を走行する貨物自動車でのダブルタイヤとは異なり、操打軸である全軸も含めたすべての車輪がダブルタイヤ化されることも多い。ありがとうございます。